はい、皆さんこんにちは、タートルです。今日はね、少し逆光になってるんでちょっと見えにくいかもしれませんが、美脚になりたい人、体が柔らかくなりたい人は必ず最後までご視聴ください。ということで、タートル体がねすごく柔らかいんですけども、体がね硬い人はやっぱり、まあ自分がね乗っけてる動画レベルはできないと思うので、まずね段階を踏んで柔らかくなってもらおうと思います。今回はということで、体がとても硬い人向けの美脚ストレッチになります。で、このストレッチをねしっかり真似してもらえればですね、大天使と言われる骨盤の、まあ、横、股関節の付け根になるんですけども、そこの出っ張りがね引っ込んでくれて、しっかり股関節周りの筋肉が使われてきますので、美脚にねしっかりつながっていきます。なのでしっかりねストレッチを真似してみてください。で、まずはですね開脚からいきます。まずはですね、足を広げて膝が伸びる人はいいんですけど、硬い人はちょっとね膝がここが曲がってしまうと思います。こういう場合はですね、まずいきなりももの裏とかふくらはぎを伸ばすんではなくって、まず股関節が硬い場合が多いです。なので股関節をまず動かしていきましょう。後ろに手をついてですね、寝っ転がって片足上げて、膝をまずぐるぐる股関節から動かしていきましょう。まずは外回しを10回します。10回したら今度は内回しを10回しましょう。で、この足の動かす大きさはしっかりね大きく股関節を動かしてください。少しね股関節硬い方はゴリゴリになると思うんですけども、まあ、しっかりね動かしていけば股関節が温まってきますんで、こうやってください。で、反対足も一緒です。外回し10回大きく動かしてください。で、今度は内回しを10回、しっかり股関節動かします。で、股関節がねしっかりね動いて温まってきますので、そこから開脚をやってください。で、しっかりねこう広げちゃうと、まだね膝が多分浮くと思うので、膝が浮かないレベルの足の広がり具合っていうので、しっかりねまずはね軽くお辞儀する感じで前に動きます。前に10回。で、この時に手はももの上に置いて、ももがね前かがみになった際に力が大体の人が入ると思います。この力が入らないようにももを触って確認してください。で、力がもし入るようなら少し閉じてください。で、力が入らないようにももを触ってみてください。で、前かがみの際にこの膝が曲がってしまいそうでしたら、手で軽く押さえてグッと押さえながら前にかがんでください。で、筋肉の緊張が解けてきたら、ちょっと足を広くして、あんまり広げてまた膝が浮くようなら少し閉じてください。そこがあなたの限界の位置です。これ以上やったら体が余計に伸びすぎて硬くなってきます。なので、ちょっと膝が曲がるかな曲がらないかなぐらいのレベルで、しっかりまたももが力入らないように前屈してみてください。大体10回です。全部10回目安にやってください。で、今度はですね、縦なんですけども、縦っていうのは、横が硬い人はなかなか縦できないので、まずはですね、この、縦はやらないで、両足でやることをまずしてください。で、誰かが後ろを押してくれればいいんですけど、押してくれる人がいなければ、自分でやった場合に膝が少しね浮いちゃうので、この場合は少し浮いた場合ストレッチならないので、そういう場合は立ってやってください。立ってですね、膝を伸ばして、できるだけこういう感じでブラーンと力を抜いて、で、この時にですね、もう背中が硬い人、こんな人がね結構いると思うんですけども、
こういう人はまず腰回りが硬くなってますから、そういった場合はまず背筋です。こういう感じで手をね、少しプッシュアップみたいに手を使ってるので、こういう感じでまず腰回りを少し柔らかくしてください。だいたい10回です。こういう感じです。で、今度はですね、腰回りが温かかったら今度は体操座り、こういう感じでできるだけ小さくなってください。小さくなってここの腰を伸ばします。ぐー、で、ここが腰が伸びてきたらですね、そこから前屈しましょう。こういう感じです。前屈します。で、膝が少し曲がってしまうっていう人は交互に膝を伸ばしてください。ここの骨盤をですね、交互に動かしてください。歩く感じ、これでだんだんと前屈をしてください。こういう感じです。で、もしこれぐらいしかいかない人はこれぐらいで、こういう感じで交互に膝を伸ばしてください。で、今のでですね、少し慣れてきた方は重りを持ってやってみましょう。今回は 1.5 キロのバーベルを持ってきます。これでですね、これぐらいの方は交互に膝を伸ばしてください。こういう感じです。歩く感じで、で、徐々にだんだんと前かがみになっていって、これしっかりね、前屈をしていきましょう。で、慣れてくると最後には膝をしっかり伸ばしてください。で、ぐーうっとという感じです。はい、お疲れ様でした。今みたいにですね、最後はちっちゃい重りを持ってやってみるとしっかり伸びます。まとめていきますとですね、まずは体を少し温めてからストレッチを行うこと。体がすごい硬い人はですね、もう関節からして硬いので、股関節をしっかり寝っ転がって動かします。両方。そして、前屈するときは腹筋、背筋、腰回りをね、しっかり動かした後にストレッチをやってみてください。これを毎日ね、やってもらうとですね、必ず前屈で、これぐらい手がつかない人もね、指先が床までついてきますので、ぜひ毎日、タートルも毎日やっているので体が柔らかいのを維持できています。なのでですね、ぜひやってみてください。このね、ストレッチ忘れちゃうと思いますんで、ぜひこの動画はね、毎日でも見ながら真似してやってみてください。各10回を目安にやってください。今日もご視聴ありがとうございました。ぜひコメント、グッドボタンよろしくお願いします。